しくぶつかり合う闘志と華麗なテクニックで競い合う男たちの熱い戦い。 NHL アイスホッケの地元大田区体育館で8団体の女子レスラーたちが追悼試合に出場。それぞれの胸の内に残るマリちゃんに最高のファイトをプレゼントする。メインは感動のタッグマッチ。井上京子がフリー参戦。大阪大会に花を添える。新団体旗揚げを噂される京子の動向やいかに激化する関西と尾崎の抗争。再燃する2人のライバルストーリーはシングル戦までの序曲。今回はタッグマッチで三度激突。ついに5年10ヶ月の時を経て JWP と LLPW が対抗戦開始。まずはじめはジャパン女子平成元年組の紅夜叉キャロル緑、そして福岡コマンドがタッグマッチで対戦。この4人が新時代の扉を開き、女子プロレスの新たなる歴史の1ページを刻む。10月30日、プラムマリコの地元であるここ大田区体育館で女子プロレス8団体の選手たちによる追悼興行が行われた。
してシングルチャンピオン163パウンドカンバリーシロール。JWP の山本代表とともに見ていきたいと思います。山本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご両親が遺影を携えてそうですね、その中行われました。はい、本当にいい雰囲気になりましたね、このメインまでにね。はい、本当に数多くの団体の方に協力していただきまして、このプロレスという小さな村の住人がですね、みんなでプランもいい形で送り出してあげようという、本当にいいアットホームな雰囲気で行われた、非常に稀な大会ですよね、これは。はい、さあ尾崎真由美選手の入場です。そして肩にはプラムマリコ選手のコスチュームがかけられています。これは気持ちは一緒に入場ということなんですね。そうですね、2対1ハンディキャップとなっておりますけども、もうプラムを心のパートナーに従えて、はい、尾崎はもう普通のタッグマッチのつもりで臨むということですね。この衣装を見た瞬間、会場皆さんが息を呑んでいました。そして一方、キューティー鈴木、ダイナマイト関西の入場です。2対1のハンデマッチではありますが、心は2対2ですね。そうですね、これ高梨さん、これ面白いのが、今関西が千葉にプラムをコールしろとこう告げるんですよね。あー、ね、プラムのことをコールしてやると。136ハンデプラムマリコ、テロップが入っているところ、ね、ワウワウスタッフの粋なところですね。さすがですね。ああね、いや、なんと言いましょう、本当にこの時はお客さんみんながね、はい、温かい拍手をこの4人に向かって送っていました。はい、突然なんですけども、今日のこの試合はずっと、マリコも望んでたことで、1年ほど前からもずっと同期対決やるときは山本小手さんにレフリーやってもらおうって言ってたんですよ。今日この会場に小手さんがいらっしゃるということで、ぜひレフリーをお願いしたいんですけれども、よろしいでしょうか。場内ではコテスコールが湧き上がりました。私と一緒に見てたんですけども、実は。あ、そうですね。コテスさんが重たい腰を上げました。いいですね。これでね、メンバーが揃いました。雰囲気ありますね。さあ、それでは試合追いかけてまいりましょう。白熱した内容となっています。
これやはり実質2対1ですので、やはり尾崎がね、もうこれは押されましたね。どう見たって不利ですよね、まあ、しかしその勝敗はもうこれは超越してですね、その試合の過程を楽しむというか、はい、そういう、まあ、試合でしたよね、はい、尾崎もしかしよく頑張りました。さあ抱え上がります。ダイナマイト関西、エプロンからのスリーパーです。この辺りが尾崎のちょっとこうアナーキーな攻めというか、そして裏拳、いきなりの裏拳です。さあそしておっとトペコンヒーローです。場外回り込んできたのはキューティーでした。キューティーの方にも目を配りながら尾崎頑張ります。いつかロープに飛んで、あとこれは墓穴を掘った格好、スパッシュマンテアウト、投げっぱなしの通天閣ですね。あーなるほど、はい、そしてキューティーがフットスタンプ、さらには関西も行きます。関西も行きました。あっとこじるように落ちていきました。でも2対1ですから、もうここまでそのいつフォールを取られてもおかしくないような状況が尾崎には続いてますよね。まあ、後日さんとしてコッシーもね何度も見たと、そういう話ですね。こういった力もおそらくその辺の気持ちが肩を上げさせているんでしょう。やっぱり人間というのはそういう時にその不思議な力というか、そういう思いでこう自分 の、 その体力がちょっとこう増すようなことがあるんでしょうね、はい、でしょうね。さあ合体します。あーっとこれは誤爆してしまいました。クラッシュマウンテンとそれからエンズイニーの合体技だったんでしょうけれども、誤爆脇が止めです。後頭部を抑えています。ダイナマイト関西、関西はこの日からよく黒い手袋をこうするようになりましたよね、一つこれは後で聞いた話なんですけども、はい、まあ、プラムへのそのなんていうんですか、よく模倣って言いますか、はい、プラムもそのプラムはその思う気持ちからこういうその手袋をつけてみたんだということを言ってますよね。そうなんですか、はい、またそのコスチュームとまた一致してすごくなんか凄みが出てまたいいですよね。そうですね、これもいいショットだな。この後お伝えする予定の試合にも関西選手はこの黒い手袋をして出てまいります。キューティーが尾崎の腕をカットします。キャンディ選手、それからカンドリ選手、これの高さですね。各団体の選手が皆さんこれもう遠巻きにね、そうですね、じっと見つめていました。まるで見えるはずのないプラム選手をそこにね見てるような、はい、そんな感じでした。涙してる選手もいましたからね。ああそうですか、本当にありがたいことですよね。さあ容赦のない攻撃を尾崎に向かって展開していきます。何かねこう気合いのね、はい、レフェリングでした、はい、尾崎選手の顔を叩いてるシーンもありましたからね。そうですね、そんなこといいんじゃないみたいな感じで、もう小手先生とかいつまでたっても教え子という感覚ですからね。そうですよね、はい、さあこれはどうするんでしょうか。これはライガーボム、はい、当たらずのライガーボムのタイミングになりました。これは返します。向こうはプラム選手の弟さんですね。これはすかしました。なんとか自分の展開に持っていきたい尾崎。尾崎はニュートラルコーナーなんですが、だいぶスタミナがねもうなくなってきてますね。2対1です。当たり前です。おっとこれもうまく避けました、うん、ビューティーのおでこに引っ越してしまいました。さあ尾崎はどうするんでしょうか。まだ関西です。結局2対1は今みたいにもアピールしてる暇がないですよね、次から次へともうもう一人の方がねどん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 襲ってきますから、攻めていく関西とキューティー、うん、こちらもいい試合を見せようと石です。さあこのままうまく返しました。キューティーを抑え込みます。カウント2、
ですね、何かを狙おうとしたんですけども、ね、逆に返されてしまいました。はい、キューティーはこういった技うまいですよね。そうですね。さあ関西が右手を上げました。ラリアットか、ラリアットです。これはもう尾崎はもうグロッキー状態がもうすでに何分も続いているような、しかしその度に立ち上がってまいります。尾崎、尾崎への声援が飛んでいます。さあ尾崎は立ち上がった、もう一発もらいます。これ尾崎苦しいですね。スプラッシュマウンテンか、ハイジャックはおっとうまく返します。アルコン見ました。これはキューティーガット。蹴りを見舞います。さあどうするか、関西を捉えて、いや関西のままパワーを上っています。カウンターの、そして顔面へのキック、膝から顔面キック。この辺りはもう追悼試合といっても容赦ないところが出てますね。またこれがね追悼になりますからね。そうですね。あっと意識を飛ばしたんでしょうか。いやいやいや、意識はあります。起き上がります。関西の向こうにはブラムのコスチュームが見えますが、延髄に非常な攻めですね。尾崎に向かってグラケン、尾崎に向かって声援が飛び交います。バックドロップ、おお立ち上がった。テイヤーサンダイズカウントを取れます。関西から取れるか、取れません。尾崎もあの細かい間合いの裏剣を対応してなんとか流れを変えようとするんですが、いかんせん届かないという感じですね。尾、崎はもうダメなのか。関西これを置き合ってこいという目つきをしています。ここでフォールに行けば取れるかもしれないですけど、あえて置き上がってこいというアクションですよね。コーナーを見つめます。尾崎エルボーです。そしてまたキック。関西はだんだん回復してきています。しかもこの2対1のハンデマッチ、一方的になりつつあります。声援はもちろん尾崎への声援が大きいんですけれども、そうですね、なんと言いましょう、この3人全体あるいは4人全体をね、はい、積み込むような声援ですよね。レーベント素晴らしい試合になってきています。もうライガーボムです。これでは決めさせません。尾崎は動けないのか。これはね、はい、小鉄さんは要するにその前にカットプレーがあったからお前のホールは無効だと言ってるんですね。やはり厳しいレフェリーですよね。オニフェアです。オッケー。関西、これはスプラッシュマウンテンか。関西とキューティーのいつもの合体技ですよ。あ、そうですね、そのまま行きます。合体しました。さあこれでホール、これで決まりか。関西カットに入ります。今関西のコーナーのプランが入ってこないように、目の前に、ね、立ち上がりましたね。プランのカットへの行動を阻止しようと、その間にあえて割って入りました。さすがにこれは尾崎はスリーカウントを聞いてしまいましたが、この表情今ちらっと見えましたけど ね、 ね、戦い抜いたぞという、ライトも泣いちゃってますね。はい、ここまではね、こらえて戦っていましたけども ね、 ね、込み上げてくるものを抑えきることができませんでした。そして第1試合に登場していましたデビルもすかさず上がってきています。いやでも本当にこのメンバーの中にあの小鉄先生も入って、あのプラムに対する気持ちがね、はい、すごくみんな表れてるいい試合だと思いますよ。はい、2対1のハンデマッチ、本来ならばこの3人力がねそんなに差がついてないわけだから、そういうのはありえないんですけれども、はい、あえてそれを押し通して気持ちは4人で、そしていい試合を見せようということで ね、 まさに追悼に値すべき素晴らしい試合になりました。温かい拍手が送られています。自分から本当改めてお客さんにもね、あの来てくださいましてありがとうございましたと言いたいです。本当に大勢のお客様がね、はい、大谷会館に詰めかけてくれました。さんと応援を交わします。かつての教え子、いえ現在も教え子の、そうですね、まあ、
この同期の3人が4人が頑張りました。いやしかし何か皆さんもう試合はね、終わってるんですけれども、はい、じっとそうですね、この選手たちの動きを見つめています。他団体の選手たちもそうです。ドラムコール、これで本当に4人になりました。そして JWP の各選手、全選手がリングの上に上がってまいります。本当にプロレスを愛しましたプラム真理子選手、このプラム真理子選手への追悼の興行、本当に素晴らしい内容になりました。心からね、ご冥福を改めてしたいですね。JWP 各選手に、そして各団体の選手に惜しみない温かい拍手が送られています。ありがとうございました。やっぱりみんなマリちゃんが好きだから、これから何があっても一生忘れられない仲間だから、自分たちはこれから生きていかなきゃいけないし、今精一杯できることが形として一つ一つ表していければいいと思ってるし、もう絶対忘れられないですから。マリちゃんのためにやれることを、マリちゃんが喜んでくれることを、これからもいろんなことをやっていきたい。だからずっとそばにいてほしいなって。ピンチな時にコッシュ見たらもうちょっと頑張れそうっていう気持ちが湧いてきた。の反面寂しいなって、試合中やっぱり、この間誕生日だったから、お前と同い年になっちゃったよってくれて、今一番言いたい。どんどんこれからね、年を越していきますからね、一番年上だったのに。自分だけいつまでも若くてチキショーって感じ。やっぱりマリコも好きな世界で完全燃焼した人として、これから自分たちもこの団体を守っていきたいし、そしてこの女子プロレス界っていうものを守っていきたいし、うん、で、マリコが JWP でしたかったことをもっとこれから考えて、できることがあったら何でもやっていきたい。さあここへ来まして、井上京子を引っ張り上げます。こうかタイガードライバーか、こらえます。重たいですからね京子は。さあもう上がりません。髪側ですね。あ、逆に返されてしまいました。この中ではやはり一番の重量感もちろんあります、井上京子。さあ戻ってくる、これを上がらない返します。カウント取ります。
は強いです。なかなか3つ目が難しいものがあります。そして今度はくずみですが、やはり同じです。これはちょっと無理がありますね。いきなりやっぱ無理ですよね。何かかける前に崩しがね必要ですけれども、さあどうするか。ロープに振ります。逆に体重差でそう振り返されます。バックをうまく取った。さあ今度はどうだ。エルボーです、エルボーです。フリー転向後ですね。あーと行きました、これで行きました、はい、さあ連結します。もう一発いけるか。いやそんな甘くありません。今日このお返しが来ました。お返しが強烈だった。強烈ですね。3倍ぐらいになって帰ってきました。カバー、これで決まるか。いやこれは返します。フリー転向しまして JWP は初めてということになります。井上京子、さあ離れ込んできます。丸め込みました。足が前に行ってればいいんですよね。ここまでいい連携を見せています。福岡くずみラリアット、カウンターになりました。そしてカバーです。これはカウントワン。ここら辺までは井上京子の独壇場、そういった感もありますが、宮口も今日はよく頑張っています。まあ一回りも二回りも体では小さいんですけれども、元気で負けておりません。さあいつもよりエアプレーンスピンです。回転も速い。まだ回します。そしてブロックバスター、カバーに来ます。どうでしょう。一緒にやるたびにですね、回転が速くなってきてますね。そうですよね、はい、元気あります。いいことですよ、かなり今日はですね、はい、井上京子に刺激受けてるような感じありますね。ありますね、それは、はい、大先輩を迎えまして、まあこれは気合が入りましょう。宮内智子斜め式の、いや福岡が来ました。福岡が投げ捨てのジャーマン、そしてくずみ絶好のチャンス。クールがミサイルです。頭に当たりました。さあ今度は福岡飛びます。ミサイルの連発です。ここでカバーされてしまうのか。井上京子は見守っています。ここでムーンサルトか。いや旋回式のボディプレス、片指でカウント2、カウント2です。コンビネーションでやはり混ざっております。福岡とくずみストンピングです。さあちょっと距離があるようですけれども、ここから飛ぶか。いや井上京子がやってまいりました。さあ宮口がこの助けを得ました。流しをブロックバスター、放り出しました。さあこれでカバーに行きます。井上京子は福岡を抑え込んでいます。あロープですね、ロープです。さあ今がチャンスです。向きが止まっています。大きな声、試合開始からずっと走っています。スタミナが切れてきましたかね。あトップロープ、おおくずめいきなり、さあ力を集中させます。トップロープはどうしようというんでしょうか。なだら式のダブルアームのスープレックス、腰の辺りを打ち付けました。一回反動で起き上がりましたが、それを引き倒します。カウントは2です。宮内もダメージを負っています。2つジャーマンスープレックスホールド、連結させます。連続のジャーマンスープレックス、3発目はどうだ。いきます。4発目もいきます。もう1発いきますか。もう1発いった。そして固めます。ここは井上京子、ここはもうまずいと思ったんですよね。それとね、決まりました。クズミは自分で決めようとしてるでしょ、あのタグマッチさんのね、定石としてやっぱりね、いいとこいいとこどん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 変えていかないとっていう部分なんですね。あー、はい、おーっとこの辺カンハスイレズ入ってまいりました。さあ一瞬のこの隙を取って、おーっと丸め込む、スロールパッケージホールド、危ない危ない危ない。井上京子は福岡に足を取られていました。クズミカウンターの膝が入りました。膝が入っています。ブレンバスターか、垂直落下のブレンバスター、いい感じで入りました。カウント入ります。カウントは3、カウント3です。垂直落下式のブレンバスターはあまり宮内は見せませんよね。この技ね、見たことないですね、はい、おそらく放送としては初めてではないでしょうか。いかがですかこれ。なかなかタイミングとしていいですし、はい、クズミはですね、ちょっと自分でこう暴走しすぎたって感じですね。あーはー、まあしかし大先輩を迎えまして張り切りました。今日の宮口智子、その甲斐ありまして、3カウントを自ら取ることができました。今日はなかなかいい出来をね、はい、始めましたね。よかったです、はい。
あ、一方こちらはかなりのダメージを負っています。タッグマッチは井上宮口組に勝利が輝きました。いやすごいあれですね、ガッツのあるすごいあれですね、ファンになりそうですね。いい選手ですね、本当に宮口選手。毎回そうなんですけれどもね、やっぱりあの若手と呼ばれてる方々と当たるとすごく自分の忘れてたものっていうのをすごく本当に思い出させてもらえて、本当にすごくいい勉強になるんで、今日も本当に勉強させてもらいました。楽しかったです。いい汗かかせていただきました。ありがとうございました。尾崎関西の10年戦争、仁義なき女の戦い。関西復帰後両者の間で再び対戦の火蓋が切って落とされたのは9月20日の後楽園ホール大会。見てくれ、こいつがパートナーよ。会社のこと考えなあかんわ、俺のパートナー。おい、体調悪いからってな、パートナーのせいにすんじゃねえよ。どうだろうか、1対1でやれよ。言えねえのかよ、それぐらいのことだよ。一騎打ちの機運、10年にも及ぶ2人のライバル闘争が今再び熱く燃え上がる。続く 10.10 後楽園ホール大会では関西は女帝デビルを味方につけて尾崎戦に出陣。ここでも2人はパートナーそっちのけの激しいぶつかり合いを演じた。最後は関西が天野を料理、試合を締めくくった。そしてまた、はい、だいぶ勉強してきたな。お前組相手が強いと勝てんだな。ジェミさんであんたと言えよ。アホかお前、何も研究なんかしてへんわ。関節技なんか新人時から習うんやねえ、小鉄さん。よっしゃ、今度シングルで勝負や、尾崎。おお、負けへんからなお前。両者の構想はさらにその戦果を拡大。この大阪大会では尾崎は関西のパートナー元谷を血祭りに、負けじと関西も尾崎の子分天野の額をめった切り、血の生贄を捧げ合う2人の戦いにもう歯止めは効かないのか。あいつのあのやり方が挑戦状なら倍にも3倍にも10倍にしても返しますよ。ああ、家族まで巻き添えになったいことは天野も巻き添えですよ。ああ、これはこのままやとオズ潰してしまうか。大谷のダビング戦闘か、ダイブして戦闘です。尾崎のスプリングの上にボヨヨン垂れました。これはカウント中です。このあたりは完全に関西元谷チームが押しています。ロープに飛びまして、よー、尾崎らしいカウンター、尾崎らしいカウンターです。またエルボー、またエリンが入り乱れる。尾崎は関西と関西突き落とされた。さあ関西入れ替わったぞ。これは元谷危ない体勢です。2人がかりだ、2人がかりで合体のパワーボムだ。パワーボムというよりもサンダーファイヤーに近い突っ込んできましたが、さあ天野を飛ばせます。尾崎校長がコントロールしまして、おーっと、これは後ろに投げ、関西が来た、関西来ました。ようやく場外から這い上がってきました関西が。さあ狙い定めて同士打ち、天野がやってまいります。天野は関西を抑えて、さあ尾崎は得意の乱戦に持ち込もうという体勢です。本部席の前、今度はクロスしています。尾崎が本体を捕まえて、さあ流血路、二の舞か、大阪の二の舞になるか。元谷としましては大阪でのあの決戦を踏みたくありません。しかし容赦なく尾崎が行きます。容赦なく尾崎が行きました。4人の選手がリングから気を寄せています。場外乱闘です。尾崎はどこまで階段席上がってきます。お客さんをのしのけて、お客さんがパーッと道を開けます。あーっと
ご覧の木の机です、あ、木の椅子です。選手から乗りなさい、選手から乗りなさい。後楽園ホールの東側、さあスタンドを引き連れ回しの K、尾崎はスタンドに行きますと、きっとした表情を見せます。試合が乱れれば乱れるほど、血を見れば見るほど尾崎は興奮していきます。お気をつけください、お気をつけください。まあいろんなタイプがありますが、女性ではこういったタイプは珍しいんではないでしょうか。さあ今度は関西と天野、お、天野もやり合っている、天野やり合っているぞ。ここで後ろを羽がいじめ、あ、足を攻め込んできます。パワー的なそうです。この椅子に持たないと、天野はパワー的には関西には太刀打ちできないところがありますが、乱戦になりますと大津アカデミーの真骨頂、おお、思わずフラーッと後ろになだれ込んでいきました。さあいち早くこの辺の山本さん、はい、今のうまさというのは喧嘩なりしてるというか、うまいですね、鮮やかに帰ってまいりますね、はい、夜は行ってもういいだろうという、おお、ここでブレンバスター、さあもう戻らなければいけません。関西はまだ収まりがつかないのか。これはどっちが帰ってこなければいけないんでしたっけ、山本さん。こういう時は最終的に4人が上がらないとダメですよ。そうですね、はい、ちょっとね、あ、これはモデルですね。あ、先の椅子ですね、椅子ですね、はい、先ほどの椅子です。椅子でやられたままそのまま倒れ込んでしまいました。混沌しています。尾崎が追い打ちをかけるようにして、尾崎来ないなら私が引っ張り上げてる、そんな感じで髪の毛を掴みまして、動けないモテを無理やり引っ張ってきます。さあ持ってきました、持ってきました、持ってきました、リングに上げます。そしてリングに上げました。こちらこちらでまだやっている、まだやってる、まだやってる、あ、流血している。元谷が額から血を流しています。大阪と同じになってしまいました。なんとかこの仇を打とうということで、雪辱を晴らそうということでやってきたんですが、同じ結果になってしまうのか。ナックルパート場外乱闘、かなりの戦いプレーを見せていましたが、そこでおそらく気付けたんでしょう。うわー、尾崎の口元血がなだれております、血がついております。口元サンダーオフファイヤーパワーボム、カウンター強いです、カウンター強いです。関西はすでにコーナーに戻っています。両チームが体勢を立て直しました。試合が騒然となってきています。さあこの辺りはオズアカデミーが若干押してるといった感じですが、場外乱闘でまたまたモテアの額が割られています。わーっと天野も行きます。やっぱりあの小手さん、あの場外乱闘でペースを握った運んでおりましたね、はい、小手さん、ね、そうですね、やっぱり 2,3 枚上ですね、 2,3 枚も上ですか、はい、まあ、なんと言いましても、言うなれば正規軍と言いましょうか、まあ、ピュアな正統派路線は言います、関西とそしてモーテアでありますから、なかなか場外乱闘、やっぱりその辺の駆け引きはオズアカデミーが1枚上だったようです。ハーフ投げを打ちます、もう一発いきます。天野ゆうと、天野がこの辺で試合を決めてしまうのか。関西のカットは来るのか、関西は期待できるか、関西、おーっと危ない危ない危ない、関西の大きな声に思わず起き上がりました元谷佳菜子です。おーっと、クイック額に当たりました。そしてモテアラバキストラル、ここで試合が終わりかのはずはない、机でカット、ブーイングが飛んでいます。尾崎机を使って何としてもこの試合勝ってやるぞ、そういった感じの競争です。さあまたまた合体の椅子の上、これで主力のホールがスリーカウントか、これは
これは認められませんでした。さあならばもう一回とばかり、これでどうだ、関西が来た、関西がそんなことやらせてたまるかと椅子でカットしています。椅子には椅子、こういった関西、今度は関西がサンドイッチになっています。元谷は今ようやく起き上がりました。さあ元谷が顔面血だるまのまま天野を引っぺがしにやってまいりました。元谷は小手さん、だいぶこれスタミナ落ちたようですね。落ちたっていうか失ってますね、なくしてますね、うん、そうですね、こういう風になりましたね。また奮起する人もいるんですよね、まあ、いろいろタイプありますけど。ああ元谷は膝をもらってしまいました。こっちはこっちはこっちでやっています。場外乱闘、向こうの方へなだれを打っていく。さあこちらはもう一発スープレックスか、アマド、いや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 、カルパスープレックスがあります。ニュートラックコーナートップまで上がっていくか、セカンドロッカー、おーっと向こうは場外乱闘、親分同士は場外乱闘、その間にさあ元谷、元谷が叩き落とす、元谷が止め、元谷が、あーと脇が止めか、いやいやこれを返します。モテアの起死回生ですね。本当にそうですね、これだけ期待を割られましたけれども、なんとか雪辱を果たして、そんな格好になっています。ああ尾崎がやってまいります。関西に向かって何か言っています。という本部席からの発表がありました。元谷が天野を逆転一発攻め込まれてはいたんですが抑え込んでいます。そしてまたこの2人の因縁というのはここでは全然収まりがつかないでしょうね。これでは、うん、そうですね、関西と尾崎に関しましては、はい、この表情です。やっぱりこれはいつかシングルでしっかりと決着をつけなければいけない時が来るでしょう。関西がタッグになったらタッグで付き合ってやるし、まあ、いつでもいいよって感じ。まあ、いずれやらなきゃいけないもんだからね。もう私は明日にでも今日にでも今にでもやってもいいんだけどね。え向こうかどうかね。人間が人が一人怒ったらどれだけ恐ろしい力が出るかっていうことをそろそろ教えないと。図に乗ってるあいつは、うん、本当に。うん、ほんならやろう、いつでもいいやん、早いうちの方がいいよ、うん、やろう、うん。11月15日の八重洲次の日の私どもの後楽園、12月1日の川崎市大館、12月6日の横浜分隊と、まあ、2つのその連日ですかで対抗戦が行われると解釈していただいて構わないです。犬猿の仲とまで言われた2つの団体の代表がついに同じテーブルに着く日がやってきた。今から4年ほど前、各団体のトップレスラーが一つのリングに集結し、次々と夢のカードが実現。これが女子プロレス団体対抗戦全盛期である。しかしこの時代でさえ全く交わることを拒否し合った2つの団体が存在した。ジャパン女子プロレス、神取忍、ダイナマイト関西を輩出した幻の女子プロレス団体である。全日本女子プロレスに次ぐ女子第二団体として誕生し、カルト的な人気を博していた。しかしそのジャパン女子プロレスも92年1月をもって解散。これを機に選手たちも関西率いる JWP、 そして神取をエースとする LLPW に分裂。以後両団体が公の場で交流を持つことは一切なかった。
この絶対に交わることがないと思われていた2つの団体を再び引き合わせたのが天国にいるプラム・マリコである。29歳の若さでこの世を去った故プラム・マリコの追悼興行、ここにかつてのプラムの同志 LLPW 勢の参加が電撃的に決定したのだ。JWP のリングに上がるんだけど、ただこういったその追悼で上がるっていうのがなんかね、すごく自分の中ではなんか後悔 になっちゃうだろうなっていうのがあるけど。JWP のロゴマークが描かれたマットを初めて踏みしめた LLPW の選手たち、それは犬猿の仲とまで言われた両団体がついに接点を持った歴史的な瞬間でもあった。元はといえば、みんなプラムと共に汗を流した仲間たち。プラムの早すぎた死は2つの団体に分かれた戦士たちを再会に導いてくれたのだ。やっぱりでもリング上で異例っていうか、あれ見た時なんかね、こんなんなんか間違ってるよっていうのがすごく思ったんだけどね。自分の中の悔しさだけ、できなかったことの悔しさの方が強いだけであって、だからつってどうのこうのって話は自分の中でまだね思わないけどね。ようやく JWP と LLPW は交流の場を持ったものの、この両団体が試合で交わるのはまだまだ難しい状況にあると思われていた。そんな中、まず最初にアクションを起こしたのが紅夜叉キャロル緑ら決起軍のメンバーだ。全ては LLPW の会場に届けられたこの1本のカセットテープから始まった。決起軍のみんな聞いてますか。私はあなたたちと戦いたい。その気持ちはあなたたちも同じだと思うし、今しかないと思います。試合をやりましょう。 VWP 女子プロレス福岡ひかり。紅たちと福岡は同時期にジャパン女子プロレスに入門を果たした全くの同期生。この福岡の呼びかけに決起軍のメンバーが心を動かされた。福岡と絶対対戦するから、絶対達成するから一緒にやろう。今しかできないと思うんで、今やらないといけないことだと思います。悔いは残したくないからね。悔いを残さずにもう本当にやることだけやろうっていうのがね、本当自分の中でもあるし、本当にそれは呼びかけたいなっていうのは、今の言葉を聞いてね、やっぱり呼びかけるべきだなっていうのもあるし。一気に実現の方向へと動き出した対抗戦、果たして JWP の選手たちはどのように受け止めているのだろうか。負けてません。うん、今何を取っても J は負けてないと思う。うん、 LL に、うん、劣るものは何もないと思います。この何年かこの J を作ってきたのは、まあ、選手もいたからだけども、やっぱりトップとしてやってきた自信はありますからね。うん、それを見せつける場所でもあるし、答えましょう。やりましょう。例えばね、自分やその紅とかのその同期っていうね、そこのそれがきっかけで、お互いの上のね人たち同士もやれたらすごくいいと思うし、そしたらまた自分も あの選手ともやりたいとかね、また思うかもしれないし、うん、なんかいい感じですね。歴史の扉はついに開かれた。対抗戦を呼びかけた福岡がいよいよ LLPW のリングへと足を踏み入れる時が来たのだ。ここに JWP と LLPW の団体対抗戦が本格的にそのスタートを切ることになった。パートナーのボリショイ、そして対戦相手のキャロル、二神は共にジャパン女子プロレスの平成元年入門組。
4人は別れて過ごしたこの5年間が何であったかを確認するかのごとく熱戦を展開。結果は両軍相譲らずの30分時間切れ引き分け。そして福岡はリングサイドで戦いを見つめていたもう一人の同期生に熱く語りかけた。30分時間切れ引き分けでございます。やだよ、二人。今日はありがとう。くれない。やろう。翌日、後楽園ホールの客入れ前のリングには JWP のマットの感触をまるで楽しむかのごとくウォーミングアップをするクレナイとキャロルの姿があった。運命の団体対抗戦、その第2戦がこの JWP のリングで行われる。本当、明日も明後日もっていうわけじゃないから、本当にもう貴重な一戦なんで、絶対悔いが残らないように肌で感じたいし、肌で感じてほしいし、染みつけるように勝敗を考えたらドローっていうのは、まあ、勝ってないんだから負けてるようなもんだし、うん、今日はね、狙ってきますね。
女子という団体がありましたが、そこ出身の同期のこの4人です。ということは小手さんはこの4人、はい、教えたんですね。そういうことになりますね。何か考え深いものがあるんじゃないですか。ありますね。団体、一つの団体だったところが2つに割れまして、それ以来ずっと交流を断っておりました。ようやくこういったカードが実現ということになりました。実はこの両団体の対戦は昨日の11月15日静岡で、まあ、一足先に LLPW の試合で興行で試合は行われています。これが第2戦ということになりますが、さあ、すでに試合は始まっている。ボルジョイが背後をつかめるかよと、まず返したボルジョイが背後邪魔、気合が入ります。昨日は LLPW の興行に2人がボルジョイと福岡がありまして、ローリングクレイドル、くれない野車。昨日の試合は30分時間切れ引き分けで終わりました。試合の後はリング上でこの4人が肩を抱き合うシーンもありました。カウント、カウントは2です。そして場所を移しまして、これが第2戦になります。モンゴリアンチョップ。お返しです。先ほどの試合もそうですが、小手さん、はい、この4人も意地がね、この試合は先行勝ですね。ありますよね。まだ福岡は出ていっていません。森下が下がっております。そして LLPW、クレナイとこのキャロルミドル、敵軍の応援団もかなりこの後楽園ホールにやってきています。大きく飛ばされます。カウントは1です。スプレックス、速い動き、この華麗な戦いっぷり、キャロルミドルの特徴であります。158センチの58キロ、デビューは平成元年の12月1日です。この人、平成4年の1月、ジャパン女子が崩壊した時、一時引退してたんですよね。そうですね、はい、ところが LLPW で復活して現在のキャロル緑になっております。バックを取りました。お、穴が取れております。ボルショイの鼻が取れました。これは不気味です。安田はね、これすごい力あるんですよ。安田というのはクレナイヤ社ですね。クレナイヤ社ですね、すごい力あるんですね。で、先ほどですね、控え室に行ってカード調子いいかって言ったら、調子いいって言ってましたよ、ね、負けませんっていうようなこと言ってましたからね。あ、まあ、ドキドキは意地でもね、負けられないっていうのもあるんでしょうね。そうね、はい、LLPW の敵軍のリーダーでもあります。おー、馬乗り、荒っぽいことをやってまいります。カバー、リリキーを放っていきました。まあ、もともとその、おー、ようやく福岡が出てまいりました。さあ、福岡とグレナイヤ社の対戦であります。かつてジャパン女子のその同期の2人はルーキーの頂点の座を争った2人でもあります。91年の2月の11日場所も同じここ東京後楽園ホールでジャパン女子の新人王決定トーナメント決勝戦で相対しましたこの2人ですが、その時は当時の安田、現在の紅野社が勝ち収めています。ブーイングです、ブーイングです。当時あの指導していた小手さんとしてはこの2人どう見てたんですか、特徴的には。そうですね、紅野はですね、はい、もう力があるっていう、体全体の力ですね、福岡というのは元やっぱ体操選手です。体が良くてですね、はい、敏捷性ですね、まあ、いい選手になりましたよね、本当に。あ、はい、その新人王の決勝でも前評福岡がちょっと上回ってたんですけども、はい、試合結果は紅野社が、勝っております。ボリショイが出てまいりました。バックドロップ、バックドロップカバー、鼻の取れたボリショイ、コマンドボリショイが出てまいりました。ギリティ、さあ、ロープに飛んで反転します。これはどうでしょう、膝十字、
これは体勢が崩れています。女子プロ界全体が活性化の方向に動いています。活性化といいましょうか、混沌の時代と言ってもいいと思いますけれども、新しい団体、それからこういった以前は全く他元を分かっておりました2つの団体が同じリング上で対戦するような形が生まれつつあります。さあ福岡に出ていったところでブーイングです。こういったシーンはあまりないんですけれども、芸大朝に蹴りを待っておいて、さあ森翔と交代。ヤジが飛び交っています。ボリショイです。この中では一番小柄なボリショイ、飛ばして戻ってくるところダッキング、あーと鼻がポンとやっといてフェースクラッシャーです。トランの動きも軽い、体の動きを見せます。クレナイヤシャー、そしてキャロル緑、福岡が体操の出身ならこちらも機械体操出身なんですよね。そうそう、学生時代やってます。緑とも早いですよ。カウントカウントは2です。今取りになりましてキャメルクラッチです。さあ先ほどのお返しか、先ほどのお返しでしょうか。昨日の静岡の大会は30分フルに使いましたが引き分け、今日のこの試合は現在手元の時計ではまもなく6分というところです。なかなかこの試合が収まりをつくのはどういう格好だか想像するのが難しいところがあります。カウント、カットに入りました福岡です。まあ、小田さん、昨日 の、 あの静岡の大会は紅谷朝の代わりにですね、はい、二神が上がりまして、まあ、結局のメンバーだったんですけど、なんで紅谷が出てこないんだというね、感じになりまして、そういう話が試合後に湧き上がったそうですという、まあ、話を引っ張りまして、今回は今日は紅谷の登場と相成りました。あの二神っていうのはですね、体全体の力なんですよ。出します。今回はこの紅谷社、紅谷に以前あの話を聞いたことがあるんですけれども、はい、まあ、お互いに、JWP と LL はいがみ合ってはいるんだけれども、私たちのレベルではよく話をしてるんだと、うん、そういう話をしてくれました、はい、つまり紅谷社と福岡の話なんですけども、いつかはやろうねとずっと前から言ってたらしいですね。選手間ではね、はい、結構の電話したりなんかしてね、交流があるんですよ、食事したりなんかしてね、あるんですよ、はい、ただやっぱりことリングに上がったらですね、なんとかで勝とうっていうね、それを意識を表しますね。それはありますよね、はい、特に団体が違うわけです。そうです、これは交流戦あるいは対抗戦、そういったね目でも、そうですね、この場内のみんながそう見てますからね、はい、で選手もね、はい、一人一人がね活性化なんですね、他の団体の選手とやるとですね、はい、山本代表もこれから先のことは口を濁しておりましたけれども、これがいい方向に展開していけばこれからどんどんとこれが行われる可能性が出てくるわけですからね。僕は時々 LPW の、ね、道場に行ってるんですよ、はいはい、で言ってて、やっぱ選手は、ね、やりたかったんですよね。あ、そうなんですか、はい、やっぱり私はね、かつての教え子が両方の段階にいるわけですから、はい、戻ってくるところ、おー、この辺の高い跳躍力、キャロル緑らしいところです。さあそして攻め出した、止まらない止まらない、くれないやしゃ、この傘に攻め、かかった攻め、福岡は重量感のある攻めに転じていきます。エースクラッシャーです。そしてキロチン首4の字、まあ、あのプロレス専門誌では関西選手とそれから関東選手のツーショットの写真がね、表彰を飾ったりしてましたけども、本当にああいうね試合をぜひ見たいですよね。そうですね、いずれかやらしたいですね。そのためにもこの試合は大きな意味合いがあります。どちらが勝利するのか、それ以上に試合内容というのも問われます。関西と関東でも同期ですからね、一期生の同期ですから、いきます。
いう動きを見せてくれます。さあ、スワンダイブのミサイルキック、ミサイルキックです。いやいやいや、まだまだという感じのキャロル。福岡戻ってくるところ、これはスルーしました。フライングボディシダーズ、そんな技を出そうとしたんでしょうけども、逆にヘッドロックで固めていきます。さあ、キャロルはどうするか、バックを取った。今日は出ていませんけれども、二神は技の豊富さで打っています。そしてこのキャロルは身の軽さ。福岡がジャーマン投げたところで、さあコマンドボリショイの10分経過、ボリショイはさあ得意の飛びを見せます。ムーンサルトプレスだ。おーとヒットスタンプだったが、これをかわされたフェイスクラッシャー。この辺の連携はさすがです。一時 LLPW が沈滞していたときに、この決起軍3人が奮起しまして、今の LLPW の流星をに結びつけております。まあ、LLPW には沢井というね、あーイーグル沢井ですね、大きい選手がいますからね、それと長島というのもいるでしょう。 いい選手いますよ、ジャーマンスープレックスホールドの連結か。ここでホールド。まあ、女子の3団体あるいは FMW を加えた平成モードグレンタイというのが今幅を利かしておりますけれども、そういったところにもおそらくつながっていくんではないかという期待を、ね、はい、抱かせます。イーグルもそのメンバーであります。なかなか団体のカラーあるいは会社の方針にそういったものがありまして、実現というのはなかなか難しいものがありますが、これが福岡が言ったように何にしても第一歩なわけですからね。そうです、これがなければこの後も生まれないわけです。さあ合体します。この辺は最近は決起軍と正規軍が LLPW で合体しておりますが、もちろんこの2人はずっとメンバーを組むコンビを組んでいます。これはなんとかカット。11分30秒手元の時計で回りました。小手さん、これもこの後長くずっとなんか展開してきそうですね、このままだと。そうですね、ただ向こうはメーベルかけてきたってことね、なんか意図があると思うんですよね。おっと、これはダメです。例えばですね、はい、どういうことでしょう。僕なんかちょっとわからない部分のね、相性の問題とかね。はい、昨日二神を入れて戦ってみて、それが感じ取れたのかもしれません。なんかそういうのもあると思うんですよ。ということは、ひしょきしてきたっていう感じなんですね。なるほど、はい、おお、ナダリスクのフィッシャーマンか。なんだこれは。フィッシャーマンとしか、切り返していきました、切り返していきました。危ない危ない危ない、危うくクレームになりました。3カウントを聞くところでありました。エルボーで叩き落として、さあ場外に向かって、いや場内に向かってミサイルキックでありました。さあそして今度は対角線から燃え立つミサイル。重量感あります、福岡が飛びます。さあ同期の紅を、かつてはおお、年打ちスカロール同士打ち、紅やさにヒットしてしまいました。新人王ジャパン女子で争ったことがあります、この福岡と、そして紅ライナーキックだ。懸命に紅を救いにやってまいりました。この LL の2人に二神を加えた3人を決起軍といいます。平成7年9月に決起軍を結成しました。それから LLPW の活性化が始まりました。そのリーダーを務めます紅夜叉、現在マットキャンバスに伸びております。さあ仕留めにかかります福岡。そしてプレッシャーを見せたコマンドボリショイ、その上では今ムーンサルトのフィアス、おお、カウントは2です、カウントは2です。いやいやいや、6年の時を超えよう、スモールバッテージオール、君がダメだ。ああ、自分の方を叩いています。こめかみのあたりでしょうか、くれないやさ、だいぶ溜まってきているようです。ダメージが溜まっている紅矢さん、ボリショイが初手、カロルがいない、カロルがいない隙に、さあ紅から勝利を奪ってこそ勝ちがあります。いや、カロルが助っ人に会えた、カロルが来た、カロルをもう一回叩き落とし
しておいて、さあフィニッシュフィニッシュ、 JWP の2人が合体のタイガードライバーカウントを入れる。いやーカウントは強いです、入りません。いやいや、 LA のファンがものすごい声援始めましたね。そうですね、紅谷社へ声援です、頑張るという声援。福岡転落、福岡転落、逆にボロボリショイが、ボリショイが土下座だ、のど落としを食らってしまいました。 JWP の方ですね、はい、少し冷静さを失ってる部分が出てきてますね。ああ、そうですか。あの、自分たちのホームグラウンドですから、勝ちたいっていうのをですね、出してしまう、今みたいな風になってしまうんですね。倒し打ち、はい、そういうのは少し出てきてますね。勝ちへの焦りか、おーっとこのまま行きます、ライブロッター、危ない。向こうはね、敵地に乗り込んできたら負けてもともとっていう部分もあるんですね。あ、なるほど、はい、立地条件ですね、そういうのをですね、むしろ冷静に相手は見てるって感じなんですね。昨日の静岡は LLPW の興行、今回は JWP の興行、ランケンしたいな、いや、そのままそのままカウント、15分が経ちました、まもなく16分、まもなく16分の長い長い試合になっています。何遍も言っていますが、昨日は30分時間切れ引き分け、シュープレックスからカバーコマンドボリショイ逃げます。これだけ戦ってきますとね、6年の月のね、力関係というのが出てくるんですよ。なるほどね、さあ伸びているぞボリショイ、危ないぞ、キャロルが飛んだ、いや大丈夫でした、大丈夫でした、ボリショイは狙っていた感があります。さあ4人が4人ダメージを負っているぞ、このまま固め込んでいた、かつては一つの団体だったこの4人、6年の空白を乗り越えて熱戦をまたまた展開しております。ファイティングロー、後ろ投げ捨て、そのまま片指、ボリショイ攻め込まれています。ボリショイが集中攻撃、集中攻撃、小手側のリヒット、さあそのまま行きます、福岡の登場者参りました、福岡どうする、クロスアームのスープレックスホールド、クロスアームスープレックスホールド、これはカウント2です、カウントは2、かつての遺憾を捨てまして、この若者だけでも試合をしようじゃないか、そういった機運から生まれてまいりました、この大切な大切な試合です。どちらがまずこの勝利を得るでしょうか。さあ日分けの機能を踏まえての気持ち、この試合はどうでしょう、勝負はつきません、まだまだつかない、まだまだつかない、ストレッチストレッチストレッチ、今はあのタグマチでシングルでしたらギブアップですね。さあ先ほどの箱追い語りから今度は飛ぶ、なんというギロチン、ダイブのギロチンです。カウント2、3じゃないかというこの競争、いやしかし敵軍いつものように赤い木刀も携えてきてるんですけども、なんとクリーンなファイトを展開しています。やっぱりこれが絶対痛かった気持ちの表れですよね、クリーンなファイト。そうでしょうね、ラフファイトでこのいい試合を汚したくはない、まあ、どうなるか分かりませんけど、今のところですね、そういう感じありますね、ありますよね、これですね。さあ抱え込んで、いや逆に行きます、さあ丸め込んだ、カウントは強いです、おっとと、タイガースフレックスはあとは福岡に任せたというタイガードライバーだ、さあこれです、スリーは入りません、いやいや
ったら、ね、焦った方が負けですね。そうですね。さあ位置をポジションを確かめた福岡光、鮮やかに後楽園で待った。いや空振り、後ろが危ない。後ろからキャロルが飛んでまいりました。また先ほどと同じものです。福岡どうでしょうか。ポジションはポジション、その新人を争った時と同じ勝敗です。紅夜叉が当時安田が福岡を下したのと同じように、今回も紅夜叉が福岡を下しました。いや、決着はまたつかないんじゃないかという感じがあったんですが。そうですね、敗れましたね JWP。 先ほど僕ちらっと言いましたけどね、自分との立地条件いいし、いろんな面で少し焦りが出てかなっていう感じしたんですけどね、はい、やはり、そこら辺も少し出てしまったという部分もありますね。なるほどね。ただこれでね、はい、完全に決着ついたと僕は思わないんですね。クリナにしてもですね、福岡にしてもですね、まだまだこれシングルやったらですね、もともとですね、いい試合見られると思いますし、あそうでしょうね、何勝何敗になるんじゃないかなって気がするんですね、ただですね、6年の歳月で経ちまして、力関係でもですね、だいぶ変わってきたっていうことも様相が出てきましたね。そうですね、はい、何にしましても両団体の JWP 山本代表、それから LLPW 笠間社長にね、はい、いい方向にね、進めてほしいですね、はい、それは多分ですね、女子プロレスがですね、発展につながりますよ。そうですね、はい、混沌としています。現在の女子プロレス界、果たしてこの4人が先頭に立ってぐいぐいと引っ張っていく、そういった牽引者の役割を果たしてくれるんでしょうか。今後に期待であります。山本さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。前だったら、前ってもうずいぶん昔ですけど、やっぱり好きっていうものはあるんですよ。でもやっぱり、スタートから肌で感じて、キツコ、ボリショイも福岡も、自分たちと同じように成長してるんだなって本当に実感して、もっと最初楽しみながらやりたかった気持ちは大きいんですけど、そうじゃなくなってました。はい、もう顎も外れましたし、はい、今日はやっぱり、そうですね、勝利っていう言葉もやっぱりちらついたんで、それにも向けてやったんですけど、向こうも同じだったみたいで、でもそれはそれで違う意味で楽しかったし、自分昨日ボリショイにムーンサルトを足出したんですけど、今日逆にやられて、あれは効くもんなんだなって感じです。やっぱり今日負けたから何も言えないですけど、
自分たちも向こうの同期も違う状況の中でやっぱりやってきて、それぞれ違うっていうのを今日初めて感じたし、新人の時も紅に勝てなかったけど、今日も JWP 対 LLPW 全面対抗戦決定。それと今日のちょっと結果を受けまして、紅野社選手と福岡のシングルマッチの方もただいまお願いいたしましたが、残念ながらまだ決定を見ておりません。やられじゃねえか、そういうその体質といいますか、これまでの経緯というものを分かってないなということがあります。風間さんと分かってないっていうか、今回やるっていうことに対してやっぱりいろんな意味を含めた意味のカードを提出したつもりです。でこだわっているのは山本さんだけであって、選手間というものはそういうの全くないと思うんです。夢を見ろ夢を。結局ね、そういうところが選手間だとか、その社長さんだとか曖昧だなと。曖昧なことをあなたに言われる筋はないし、私たちは夢をただファンに提示したいっていうことだけです。純粋な気持ちでお願いしたんです。夢じゃ召し上がる。いや、選手側もね、今風間さんの方から提案してもらったカードで、この間マリちゃん の追悼興行の時もやっぱり出ていただいて、やっぱりそういうのをやっぱり感謝の気持ちもあるし、やっぱりそれを恩返ししたいという気持ちも選手があるしな、それはやっぱり飲もうよ山本さん。それはその代わり、カンドルさんにお願いしたいことがあるんですけども、横浜、うちの横浜では対抗戦で今こっちから出てるカードを全面的に飲んでもらいたいということで。最終的にカードはこのように決定。関西カンドリの両エースの対決がついに実現する。今まで JWP でやってきたことを全て見せれたら、カンドリさんにそれを全部ぶつけて受け止めてもらいたいと思うし、これからまた過去もいろいろありましたけども、新しい戦いが見えるような試合をしたいと思います。やるときにやるしかないだろう。やるときにやりますけどね。